はい、皆さんこんにちは、高幸です。今日も旭川の事件についてお話ししていきたいと思います。本日はですね、旭川の事件と言いましても十数年前の旭川の事件なんです。なぜ私がこの事件を知ったかというと、旭川のね、いじめ事件に携わっている活動している方がですね、北海道の方なんですけど、旭川のフィールというところの建物、商業施設なんですけど、そちらに訪問したそうなんですね。旭川いじめ事件をいろいろ調べられている方はご存知だと思うんですけども、 AGO という団体をですね、中学生たちが作って活動していた場所がフィールの中の一角に あったんですよ。で、そこを多分視察に行ったんだと思うんですけども、そこで、あるね、張り紙を目にしたそうなんです。で、それは何かというと、中村由紀子さんという方が失踪して未だ見つかっていないという張り紙をその方は見たんです。私にね、その方が情報を送ってくれたんですけども、まあ、こんな張り紙が貼られていたんですよ。この人を探していますって。それで、連絡先がね、千葉県の八千代警察署だったんで、なんで千葉の方が探していますっていうのが旭川に貼ってあるのかなと思いましたら、この方は旭川へ旅行中にですね、行方がわからなくなってしまった人なんです。この失踪事件の概要なんですけども、2009年なんです。8月24日夏ですね、観光でホテルに宿泊中に行方不明になってしまいました。場所は旭川のホテルに泊まっていました。中村由紀子さんは当時28歳でした。この方はね、どのような仕事をしてたかというと、大神楽師というね、曲芸師らしくて、まあ、大きな傘にね、上にボールを乗せてこうくるくる回すような曲芸師みたいです。私も詳しくないんですけども。そして、その方のね、時系列、その人が失踪した時系列なんですけども、で、21年8月22日土曜日、早稲田大学校内で開かれた不登校を考える第20回全国大会のオープニングで大神楽を披露したと。夜、修理スタッフらと一緒に帰り、北千住駅で別れ、足立区の西新井のアパートへ帰ったそうです。そして翌日8月23日日曜日、お休みだったんでしょうね。旭川のホテルで料金200分を前払いして、ホテルの会員証を作って、そうすると宿泊費が安くなるので、しかも2日分前払いって言うとさらに安くなるんで、泊まったと。で、そのホテルで泊まった時にですね、ホテルの従業員の方がね、話したそうなんですけど、どこか静かなところはないですかという本人の問いに、三浦綾子記念館と富良野方面はいかがでしょうかっていうふうにね、ホテルの人が話しているそうです。まあ、仕事のね、疲れを癒す休息で来ているということなんですよね。で、しかも中村さんはね、ホテルを前もって予約したんではないという情報があるそうなんで、まあ、急な思いつきでね、北海道に飛んで旭川を観光しようと、まあ、多分休みがあまり取れずに急に休みが取れて、ポンとね、遊びに行くっていう形だったかと思うんですけども、そのホテルに入ってからね、夜なんですけど、お母さんにね、電話をしているそうなんですよ。今旭川に来ているんだ、昨日の仕事で元気をもらった、生徒スタッフ親御さんが大変喜んでいたと。そして明日は旭山動物園へ行くんだ、25日はには帰るということなので、おそらく2泊3日だったんじゃないか、25日は帰ると言っていて、で、お母さんも由紀子さんは元気そうだったと言っています。後に、はい。そして8月24日月曜日です。朝8時ごろ携帯電話でミクシーを更新したということなんですね。当時 SNS で流行っていたのはミクシーが流行っていた時代ですね。そしてこの辺がね、不自然なんです。失踪して、自ら命を絶とうとするような人が、
ミクシーを更新したりとか、いろいろなところにね、電話をして調整をしてるんです。ミクシーのね、更新内容なんですけども、かなりかなり回復中、体気持ちともにかなり回復中、昨日不登校関連のイベントでお仕事をしました。お客さんの反応の良さと終わってからの楽しい懇親でさらに元気回復、回復ついでにハイテンションになって、なんと今北海道旅行に来ております、かっこ笑い、というね、明るい更新内容だったそうです。同日9時5分、自分のアパートの管理会社にガラスの修理の件で依頼の電話をしているそうです。そして1分後9時6分に通院先の病院にキャンセルの電話までしているんです。そして同日午前10時20分元修理スタッフ王さん宛に携帯から8月27日から9月5日ぐらいの間でお会いできる日はないですかとメール発信。友人と北海道旅行から帰った後の約束までしています。後日午前11時20分頃、デイパックのような小さな荷物を持ってホテルを出た後消息不明に。ホテルの部屋には充電中の携帯電話と時刻表、下着類が入ったバッグなどが残されていた。携帯電話を充電していたということは、携帯をね、また使おうとしていたということになりますよね。これはね、お父さんも、このゆきこさんのお父様もおっしゃられていたんです。携帯電話が充電された状態でいなくなるのは不自然だ。まあ、携帯電話は持っていないで出たということは、ちょっとした用事を済まそうとしたか、もしくは携帯に仕事からの電話が鳴ったりしてしまうので、仕事を忘れてね、遊びたいので携帯を持たずに出かけた。そのどちらではないかなと思います。まあ、状況からすると、おそらく私が考えるには、コンビニとかちょっとした買い物、近所の散歩に出て、そのまま何らかの事件に巻き込まれたのではないかと私は心配しております。そして翌日の8月25日、心配したホテルが警察に通報しました。携帯電話をもとに警察が両親に連絡。そしてその翌日8月26日水曜日、両親は捜索願いを提出。この日はゆきこさんには仕事が入っていた日でした。そして8月27日木曜日、アパートを確認したところ、ゆきこさんの書き置きなどもなく、荒らされた形跡もなかったそうです。その後、両親と仕事でタッグを組んでいた方も北海道へ向かい、警察と面談をしたり、旭川市内各所を捜索したそうです。そして旭川だけではなく、両親は北海道の旭川、層雲峡、美瑛、富良野だなども全て捜索したそうです。そして時間をかけてたくさんの方々が捜索に参加し、登山隊なども山の中をくまなく探したんですけども、ゆきこさんが見つかることはありませんでした。お父さんはテレビの取材でね、このようにおっしゃっております。生きてるのだけ分かればいいので、連絡ください。そのようにお父様はおっしゃられておりました。そして舞台の師匠もおっしゃっているんですけども、そのゆきこさんが失踪した2日前の映像が出てきたそうなんですね。で、その映像の舞台映像を見て、ゆきこさんは今までの舞台と全く変わりがなく、悩んでる様子が一点もないとおっしゃっております。そしてその映像を見たお父さんも、全く悩んでいる様子はなさそうだ。だってこんな立派な演技をしているんだもん。とおっしゃられております。中村ゆき子さんは、どこへ行ってしまったのでしょうか。自ら命を絶つということは考えられないと思いませんか。充電された携帯電話。そして旅行後の友達との約束。自宅のガラスの修理会社への電話。お母さんに電話で伝えた旭山動物園に行くという明るい電話。中村ゆき子さんは旭川のホテルを
カバン一つを背負って出かけた後、行方不明になりました。行方不明になった後、発見される事件もあります。そしてこのユキコさんのように発見されない事件もあります。何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、概要欄にですね、私のツイッター DM がありますので、そちらの方からご連絡ください。私の方で責任を持って警察、ご家族の方にご連絡を入れさせていただきたいと思います。皆様の情報をお待ちしております。よろしくお願いいたします。ではまた。高行き追走クラブチャンネル。